吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。世界の市場をリードするイギリスのフィッシュフードメーカーの餌を試したいと思います。進化性で低タンパクです。僕が買った餌はこちら、バイタリスから発売されておりますトロピカルフェネット。まずは使用とスペックを語らせてください。タンパク質 37.5% 以上、粗脂肪 9.1% 以上、組成 1.8% 以下、粗介分 9.8% 以下、水分 23.6% 以下です。対象淡水性熱帯魚、タイプペレット、粒サイズ 1mm、 内容量 70g、 生産国リースで価格は850円でした。特徴としては熱を加えない独自のコールドプレス製法で作られた栄養価の高いフィッシュフードです。独自製法によるソフトで沈下性のペレット状フードにしました。また消化吸収に優れているため糞が少なく水を汚しにくいです。そして天然由来で高品質な原材料を使用し、低温低速低圧力の独自の工程により製造され、生体の健康や免疫システムのサポートを行います。使用方法としては、1回の給餌は数分間に食べきる量を与えて、魚の状態により給餌量の調整を行ってください。餌の与えすぎに注意して、食べ残しは取り除き、容器の中に濡れた手を入れないでください。最後に注意点としては、湿度の少ない冷暗所に保管してくださいとのこと。それは製品の外観から見ていきたいと思います。バイタリストロピカルペレット、ヒューマングレードの原料と製法にこだわった全ての淡水性熱帯魚のためのソフトペレット、1ミリそしてグラミンの写真が載ってます。側面でございます。製品の特徴ということで、熱を加えない独自のコールドプレス製法で作られた栄養価の高いフィッシュフード、すべての淡水性熱帯魚に最適です。進化性のソフトペレット、消化吸収に優れているため、糞が少なく水を汚しにくい、高品質な天然由来の原材料使用、餌の与え方ってことで、1回の給餌は数分間に食べきる量を与えてください。魚の状態により給餌量の調整を行ってください。餌の与えすぎに注意し、食べ残しは取り除いてください。湿度の少ない冷暗所に保管してください。容器の中に濡れた手を入れないでください。ワールドフードズ70g、 推奨消費期限2023年4月。これ見やすいね。原材料は魚類及び抽出物、植物由来の抽出物、油分、脂質、藻類、軟体動物、甲殻類ということで、動物性と植物性の餌が入ってます。保証成分はタンパク質 37.5% 以上、粗脂肪 9.1% 以上ということで、低タンパク中脂肪な餌です。低水温で飼育する高圧に非常に相性が良さそうです。さらに海外あるあるですけど、このようにビタミンとかマンガンとか詳しく数値が載ってます。こちらはバイタリス製ですが、 MMC 企画レッドシー事業部が輸入してます。それでは開けていきたいと思います。まずはこのオープンってところを取ります。参ります。イデオトロピカルペレットオープン。おー、結構大きいね。匂い嗅いでみます。ああ、なるほど、これはザ魚の餌っていう匂いがします。人間用の食品の匂いではないです。結構海藻の匂いが強めです。1ミリですけども、結構大きいね。並べてみました。左側がバイタリストロピカルペレット、右側がデルフィスデルフレッシュフード SM でございます。似たようなやつを持ってきました。で、デルフード SM は少し粒が大きいので、グッピーは吐き出すことは多かったです。だから私はグッピーには S サイズやってます。ホリドラスにはこの SM サイズを与えてます。で、 SM サイズよりも若干大きいね。色は若干デルフードの方が濃いです。さらに拡大した様子です。こちらがトロピカルペレット。すごく丸い粒って感じではないよね。凹凸が結構あるので、ここに水が入ってすぐ沈んでくれると思います。そしてサイズは若干バラつきがあります。こんな感じで凹凸があった方が食べる食感がいいと思うんですよ。なので指向性が高いと思います。一方デルフードも同じような感じで凹凸がたくさんあります。これもね、よく沈んでくれるので、氷圧の餌にいつも使ってます。粉っぽいかどうかだね。形はもろくはないっす。触った感じもろくはないのと、ものすごい粉が広がってないね。ちゃんと形が成形されてます。低温で作っているので型崩れがないですね。水質にどんな影響あるか知りたいので、いつも通り検査したいと思います。今回は TDS とリンを計測しようと思います。2リットルの水にこれぐらい溶かしたいと思います。30センチ水槽だとこの6倍の量です。多分1日にこれぐらい使うと思うんで、まずはこれを溶かします。で、これをちょっとね、今回でかかったんで潰します。小さかったらそのままいいんですけどね。あ、潰しやすいわ。より細かくした方が成分溶け込むと思うんで、今回潰してやってみます。こちらの粉を入れます。まずは水道水の TDS。 92ppm です。続いてトロピカルペレットを入れます。94ppm です。続いてリン、
5分待ちます。5分後です。リンは 1.0mg 毎リットルです。やや溶け込むので与えすぎには注意が必要です。苔が生えやすい環境なので水量換算してさっきの半分ぐらいの量がいいと思います。餌を溶かした計量カップの様子はこんな感じ。粉がね浮いてます。わかるかな。ほとんど沈んでないんですよね。ほとんど沈まず全部粉上の方に浮いてます。なのでコリドラスが食べたら細かい粉ってのを出すんですよ、エラから。それが浮いてしまう可能性があります。でリンもちゃんとしっかり溶け込むので、ちょっと水は汚しやすい餌なんじゃないかなというのが感想です。ほとんど水流ないところだと多分これが油膜の原因になると思います。ものによってはね粉が全部沈むやつがあるんですよ。あとリンが溶け込まないとかね。沈下性なんだけれども細かくなった粉は浮くという性質です。ほとんど浮いちゃってるからここが惜しいな。以前こちらのプレミアムロイヤルグッピーペレットを開封しました。この餌すごく良かったんだけど、唯一粘り気が少し気になってました。給餌しにくいという点があったんですよ。ここだけ改良してくれれば嬉しいのになぁと思ったら改良されました。サイレント修正です。これ10月に買ったんですけど、10月の時はこんな感じで上に青いラベルがついてます。で今最近買ったのはこれです。ここオレンジ色になったんですよ。でちょっと変わったのかなと思っていろいろねこの後ろの成分とか見たらこれ全部同じでした。ただね粘り気がなくなったんですよ。小さい文字で予告なく変更することありますって書いてあったんだけど、本当にね予告なく変更しました。こちらです。こんな感じでサラサラなんですよ。昔のね10月に開封したやつだったらここね結構スプーンにくっつくんですね。だけどとてもサラサラになって指向性も上がりました。なのでまあ皆さんもねグッピーの餌で悩んでるときはこちらの餌いいんじゃないかと思います。はい、小屋水槽でございます。沈み具合を見るためにエアを止めています。外掛けは流量最小にしてます。はい、今入れました。真ん中です。沈むね。こんな感じで沈みます。ちゃんと沈下性です。あとは彼らが食べるかどうか。ちなみに今日餌少なめにしてます。いつもの3分の1しかやらなかったんでお腹は減ってると思います。食べに来るね。初めての餌なんですけど、おバクって食べました。おわすごいな、団子状になってます。私が気になるのはこのエラから出た細かい粉です。これが上に行くかどうかっていう。浮いてるね。そうなのよ。これが大事なんだよ。一つのこういうね、大きい状態だとこんな感じで沈むんだけど、コイドラスってね、丸飲みしないんですよ。一回こう、もぐ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 食べて、で、エラからね、こういう細かい粉出します。で、これがね、上に浮いちゃうと、彼らは食べることができないんですよ。まあ、テトラとか飼ってたらね、食べるかもわかりませんけれども、それでもこんな細かい粉、全部食わないよね。ってことは、これどうなるのかっていうと、この、エアーポンプとか外掛け式フィルターに吸い込まれてフィルターの負担になるんですよ。だからねここがやはりちょっと惜しいんだよね。指向性は高いです。こんな感じでもう一瞬でほとんどなくなりました。なのでねまあこの餌はね基本的にほんのちょっとの方がいいと思うな。日本人は水汚す餌嫌いなんですよ。だから各メーカー水を汚さないように注意しながら作ってます。しかしながらまあ海外のメーカーっていうのはこう成分にこだわるんだよね。あんまり水汚さないように気をつけてるのと聞いたことないです。まあ向こうの人たちはものすごいでかい水槽で飼ってるからね、多少こんだけ粉が出たとしてもまあ大したことないんでしょうけれども、小型水槽で飼育してる方にとっては多分致命的だと思うんで、こんな感じでも何も入れてないような水槽向けだと思います。水面はこんな感じでコイドラスが食べた小さい粉が漂ってます。油膜は今のところ発生してないです。だけどまあ普段からこれぐらい水流が弱いところだったら多分油膜すぐ発生すると思います。光栄向きかもしれないね。テトラとかだったらこう食べてくれるんだけど、コリの場合だとこれを食べないんでこうどんどんリン溶け込むんですよ。で水質悪化してでそれが苔の栄養になって黒ひげゴケこんにちはという感じになると。下に沈んだのは問題なく食べたので指向性は高かったです。コリドラスって本来水温低い方が状態上がるんで、低タンパクの餌ってすごくいいと思うんですね。しかも沈下性で植物質が入っててビタミンも多いっていうんで成分的にはもう問題なしです。このメーカーは海水メーカーで淡水魚の餌ってあんまりないんですよ。海水っていろいろ考えることが多いから淡水メーカーで思いつかないような製法で作られてんじゃないかっていう感じで期待して開封したんですけれども、やはりちょっとこの粉がね、これがもったいないなっていう印象を受けました。これがさどんどん残ってリンが溶け込むからそこだけ注意が必要です。吹雪テトラ。
はい、ということで指向性が高かったので良かったです。粉が浮く点が惜しいですが、やりすぎなければ普段使いできそうです。低タンパクながら原材料が優秀なので、低水温で育成している生態や老魚個体などに適していると思います。今日もご視聴ありがとうございました。この吹雪テトラチャンネルではアクアに関することを中心に比較や検証も行っているので、ぜひチャンネル登録お願いします。以上、バイタリストロピカルペレットの開放予備比較と検証でした。ありがとうございました。バイ。